いたしますのは6人タッグマッチであります。60分3本勝負。組んでの試合であります。黒い衣装の3人の選手が登場しております。青コーナー、一応ブラックトリオとご紹介しておきましょうか。小峰に続きまして天神雅美であります。リーダーは池下由美であります。今日はブラック軍団大将の池下由美選手が、まあ、2人の新しい子分を連れての登場ということになりました。はい、池下とそれから天神雅美、小峰弘子、この2人の選手がどういった呼吸で試合をするか大変面白いところであります。まあ、佐藤さん、はい、ジャッキーとクイーン・エンデルスという、まあ、取り合わせもなかなか面白いし、はい、それから池下由美がですね、新人選手2人を引き連れての、まあ、6人タッグ、なかなか見どころがたくさんあるんじゃありませんか。そうですね、ジャッキー組っていうのは今の女子プロレスの最高のトリオなんですね。はいはい、まあ、はい、無冠ですけれども、実力的にはもうそう言っても言い過ぎじゃないと思いますね。ジャッキーとクイーン・エンゼルス、この3人は何と言ってもね、力でいけばナンバーワンでしょう。そうですね、自力から言えば一番あるわけですね。はい、だから、まあ、池下が若いブラックの2人をですね、どういうふうに使うかっていうのが今回のポイントになると思います。はい、で安心してるとですね、思わぬこの落とし穴があるような気がするんですね、この試合。はいはい、それからクイーン・エンデルスの2人にとっては今池下とルーシーがやってますけども、なんといっても中盤で世界チャンピオンベルト ね、 うね、どうしても池下そしてマミ熊野組から奪い返したいところでしょう。それがこういった闘志になって爆発しております。秋田県函館町民体育館。さあルーシー、まず池下をやっつけた。そしてあっと、あいいですね、足を伸ばしました、右足を。ねえ、簡単にはクイーンスペシャルを許してくれません。さあ今度は逆転いたしました。からのでは負けませんね、天神雅美、誠に大きく成長いたしました。どうですか佐藤さん、この天神雅美の大きな体。最近迫力出てきたんですね、天神選手は。昔はただ大きいだけのデクノボーみたいな感じだった感じですよね。迫力が出てきましたよね。一方小峰弘子選手はご覧のように小さな体ではありますが、通してはこれまた誰にも負けません。さすがのクイーン・エンデルスもばったりと動きが止まってしまいました。あっと、目をついてますね、天神雅美。今ここでルーシーが交代いたしました。あっとスタンピング、池下が登場するか。池下が出てまいりました。シーンと静かになって観戦しております。函館町民体育館、函館の今人口は橋本さんどのくらいあるんですか。はい、約16,600人ちょっとかな。はい、そうしますと今日はかなりの人がこの町民体育館に詰めかけてるわけです ね、ま、満員だから、ね、はい、試合開始前から長蛇の列でした。今はもう文字通り立水の余地もございません。すごい熱気ですね。街なんか歩いてみますとね、はい、本当に東北の小京都と言われている落ち着いた佇まいでね、情緒豊かな街なんですけども、格闘競技が好きなんですね、意外にね。そうですね、ちょっとなんか合わないような気がするんですけどね。ミス角館の鎌田さん、いかがですか。町の人たちはこういった格闘競技は大好きなんでしょうか。
分かりませんでした、はい、あのこの近くにですね、はい、桜の名所がありますよね。ええ、あります。あれなんていうんですか、あの場所は、ええ、ヒノキナイガーです、ええ、はい、すごいんですってね、ええ、あの2キロほど桜並木がこう続いてるんです、はい、ですからあの桜の満開の頃は本当に壮観でしょうね、はい、とっても綺麗なんです。はい、今度はあの大体4月の29日ぐらいはいつも満開だそうですよね。はい、ぜひその頃 お伺いしたいものです、ね、来てみたいですね。それから秋にはまたあの格納立てで何かお祭りがありますね。はい、あります。とにかく四季を通じてとっても素晴らしい今日は秋田県の格納立て町民体育館からお送りしております。さあここまであの6人タッグ佐藤さんご覧になりましたね、いかがですか、はい、何かあの気がついたことございますか。ね、完全にあの池下のコーリードで、はい、あのブラックペースなんですよね。あ、そうですか、あの一人一人の自力はもうもちろんあのジャッキー組の方なんですけどね、それをこうバラバラにしちゃってですね、さあようやくジャッキーが登場してまいりまして、お客様から拍手が湧いておりますが、ジャッキーいきなりやられました ね、 そうですね、横抱きにされて、しかも今チョークホームに来てあります。喉を攻められてました、言ってましたね、こういった攻撃が実に池下由美はうまい。あ、しかもここですか、小峰きのこ選手の何かブラック軍団員らしくなってきましたよ、ね、巧みなフォローであります。まあ、これがタッグなんですね、はいはい、あの1対1が2になるだけじゃなくて2から5になって10になるというのはこういうことですね、だから一人一人、まあ、池下を除いて2分の1の、 あの力でもこうなるともうジャッキに全然引きを取らないですね。さあちょっと攻撃、ラストこれはすごい。そしてルーシーが登場いたしました。また速いタッチワークを見せるようになりますと本物であります。上からいったカウントが入るが、しかしカウントであります。池下と小峰寛子選手がさっと出てまいりました。速い動きになりました。今対戦しているのは池下とそしてルーシーであります。橋本さん、はい、ルーシーはあの北野の木さん今日はサポーターを巻いてますが、もうほとんど良くなったんでしょうか。あのほとんど良くなって、もうあとはだんだん慣らしていかないと。あ、そうですか、はい、まあ、完全に良くなるまで、リングに上がるのをやめるというわけにはいきませんね。そうなんですよね、だいたい良くなった後であとは試合をやりながら、はい、だんだんあの体を騙していくというんでしょうか、はい、試合ができる体にしてまいります。あっとコーナーで今エビ固めの体勢に行きましたが、これは不発であります。今度は天心正美選手が登場いたしました。迫力で何かあのクイーンエンデルスのルーシーとトビーに負けませんね。天心は大した成長であります。さすが解説の佐藤さんがね、大きく成長したナンバーワンのこの天神正美だと常日頃言っておりますが、その迫力成長の後をいかんなく発揮しております。まだ体当たり、これなんかモンスターリッパーに負けませんよ橋本さん。ねえ、すごい。天神正美選手はもともと福岡の出身であります。したがって暑い夏、夏場はもう自分では絶好調だと言っております。暑さに負けて体力を持っております。コーナーに持ってこられました。池下が何かあの後ろに隠してますけども、持ってますね、やはりね。あ、タオルを巻いてるんだ、ね、あれをやっちゃいけませんね。反則攻撃であります。池下の好リードで、今日はあの5分で登場いたしました天神正美、小峰寛子、2人の新人選手が初ラストした試合ぶりであります。そして音対池下が右手にタオルを巻いております。アッパーカットですね佐藤さん、ボクシングですね、ボクシングのアッパーカットであります。さあジャッキーが出ました。ジャッキーはアッパーカットの先例であります。どうしてレフェリー止めないの、ね、止めようとしてるんでしょうけどもね。あっとまたやりました、再三に当たりますパンチ攻撃。このプラドレフェリーでありますが、あまり注意はしていないようであります。確かに橋本さんが言うようにあまり反則は取っておりません。今ようやく反則を取ってくれました。さあ今度はジャッキーにショルダーアタック、これはいいところに入りました。小峰初ラスタの攻撃ぶりであります。またいったショルダーアタック、内臓ですね。そうですね、完全にお腹のあたり、苦労の下上ぐらいですかね、切れ味すぐ入っております。今度は天神掛け声もろとも買い上げた、落とした、凄まじい迫力だ。
さあ今度はルーシーがやられました。池下が登場しております。クロスロープから反撃、池下の体がすっ飛んだ。さあルーシーの反撃であります。すれ違い玉、あっと今度はエルボーであります。さあこの野郎というトミーの登場。トミーはこれをよくやります。池下がよく見ておりました。目の苦しい試合になりました。そのはずです。6人の選手がリング狭しと暴れまくっております。お客様相手を飲んで観戦中。大当たりコーナーに帰りました。ここでルーシーが入りました。目まぐるしいタッチワークであります。今度はブラックトリューの方はコミネーフィー選手であります。カウントが入りましたがワンです。早い動きです、ね、すごいですね、うん、あっとまた行った。フライングボディープレス、果敢な攻撃。でもこれだけ目まぐるしく動いてても、ね、ゲスターさんとかすごい冷静ですね、はい、すごい試合だったんですが、こういうところが一回になった。放送席のところに来ました。今日はリングの上でね、素晴らしい熱戦を展開してたんですけども、場外乱闘になってしまいました。向こう側ではあっとジャッキーがやられてますよ。ジャッキーがやられてますよ。リングの上に登場しているのは池下、ブラックトリオの大将池下。リングの上にギグデッドしております。カウントが続いている。池下が迎え撃ちました。どうするか。今のは顔面砕きに行きました。そして抱え上げて、イケスター得意のバックスープレックスであります。イケスター得意のバックスープレックス、これは危なくなった。さあコーンの体勢に持っていこうとしております。フィニッシュが出るか。これは相打ち。残っているのは天神だけだ。チャンスであります。さあここでトミーが出ました。トミーの素晴らしいキック攻撃。チャンスであります。チャンスを迎えました。さあジャイアンツイングに入りました。ここは一本を取るチャンスだ。ジャッキーが待っている。抱え上げて、さあどうするか。ておいて鮮やかな体固めでした。いやーこれは相打ちがありまして、海星慶星が逆転に出しました。さあ2本目に入りました。まず1本はジャッキーが鮮やかな体固めで取っております。2本目、天神雅美選手、ちょうど池下由美とそれから小峰弘子選手が場外に転落しておりました時にホール亀、一本を取られてしまいました。すごい水平打ち、そしてジャッキーキック、一発一発に実に素晴らしい迫力がこもっております。ジャッキーとカウントはワンであります。あ、ジャッキーもあの2人を貫禄十分にリードしてますね。そうですね、ルーシー加山が登場しております。小峰弘子選手、完全に一本を先取いたしまして、ジャッキー気味に調子に乗っております。あっと思い切ったブレンバスター、やはりね、池下由美タオルを持ち出しました。反則攻撃であります。あ、レフリーのポロプラドちょっと慌てております。反則のカウントを取っております。隅まで取りました。ジャッキーが出ていった。ジャッキーが出ていきました。しかし
然として反則攻撃にトミーが来ております。ジャッキーを押しとどめております。この間にトミーは危ない。あーっと徹底的な反則攻撃になっている。トミーが危ないですね。あー反則のカウントを取っておりますが、ちょっと遅い感じではあります。池下由美アウトに構わずね、徹底的に反則攻撃をやっております。カットいたしますと池下、反則のもうカウントなんか問題にいたしません。この件がすごい執念であります。今度は天神に変わりました。許される範囲で徹底的な反則攻撃を続けておりますブラックトリオ。さあ今度はネカンディング、ジャッキーが出ていきますと厳しく注意しております。レフェリーのポロプラド、今日は小峰ひろこ選手も小さい体にいっぱいの闘志をみなぎらしてなかなか迫力のある攻撃を展開しています。これも池下の好リードあってのことでしょう。コーナーに持っていかれましたのはトミー青山になります。さあトミーのピンチに今吉井加山出てまいりましたが、もちろんこれはダメ、また場外に落ちましたね。トミーは向こう側場外であります。場外